今回紹介するのは相手が話す英語も CD に収録海外旅行一言英会話 CD ブックという本です結構使える優れもの優れている理由の第一は付属の CD の出来が素晴らしいナレーターの音声及び録音技術ともに他出版社の CD より格段に優れています録音されている音声のスピードは ナチュラルには及ばないいいもものの、のの類書の CD よりも早く、使い勝手のいい速度です。例えば例文が短いので英文を読み上げた後にポーズが設けられているわけではないもののリピーティングに活用できますただ文章が長くなると発声音と聞く音とが重なってくるのでいわゆるシャドウイングを行っているような感じになります 日本語等の余分なものは録音されていません53分間男女2人の応答という形で英語の音声のみ録音されています自分が話すフレーズを女性相手が話すフレーズを男性が担当してますがポーズがないので翻訳する時間的余裕はありません日本語で考えて後の日本語英語への変換を経ずに 英語のままで即座に応答する訓練に役立ちそうです。冒頭部分はゆっくりめですが、ページが進むとナチュラルに近くなります。また、各見出し例文ごとにポイント欄が設けられ、類似表現等が記載されています。例えば、教本で見出し例文として採用されている英文については、簡略化された表現の英文が多いのですが、 それに合わせて通常表現の英文が記載されて連価本に違わず押さえるところは押さえられており親切に感じましたさらに「can I talk to you?」に比べて「m a y I talk to you?」は非常に丁寧な表現であるが現実には「where are you from?」などと気さくに話しかけてくる人が多いことら 言語の違いによる国民性の違いをも伺わせられる記述などもあり楽しめますトラベル英会話本としての価値はもちろん高く旅行まで時間的余裕がない人でも教本 CD を頼りに旅行を楽しむことができる内容になっていますむしろトラベル英会話本としての域を超え ネイティブの発音及びスピードに慣れるための音読本としての使用価値に注目しています。初級者向けの英会話本にありがちのゆっくりした発音に典型的なカタカナ英語とは一線を画すものです。例えば、Do you want a taxi? の場合も、o ナーとしっかり連結しています。しかし、 英文は教本を見なくても音源のみで理解可能なレベルであるから音読用として付属の CD を活用すればネイティブとの英会話に不可欠の聞き取る能力応答力の向上を図れ初級者から中級者まで価格を超えた使用価値を実感できます英会話習得の入門レベルではあるものの発音のスピードの速さ及びテンポの良さがあり 日本人のふえてな相手の言葉に即座に応答する能力を鍛えるのに役立ちそう例えば「Where are you from?」と聞かれた場合会話に不慣れなうちは頭の中で反数して内容の理解を図りがちですそれでも会話は成り立ちますが即座に応答するまでには至りません以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。